今日はコレオグラフ7を紹介します。まずは3つの、特徴的なムーブを少し解説してみます。まずは、ファーマーの、アームス付きですね。待機ニュアンスの、レッスンまとめでもやりました。アームスと一緒にファーマーを差し込む。で引っ張るようにして、少し、サイドに移動。2つ目は、チェイスの、ロール付きですね。はい。はい。まずこの下がった後、ルースレッグと一緒に、肩から腰に S の字に流していくような流れで、これを連続でしてこのような流れ。次にシャッフルのバリエーション、はい、ちょっとねスピーディーなんですがスローで見て、ちょっとやってみてください。まずは、伸びやかに伸びる動作を4回。これまだシャッフルじゃないですね。で、ここで裏側でシャッフル入れて、で背中を向けた状態での振り付け。ワン、ツー、エン、スリー、エン。この独特のリズム。これはちょっとね、注意深く見てください。で、戻った前にターンしてきた後、インディアンステップで入ります。で、ちょっと、輪を描くように、移動してきたら、最後にバックスイングで引き上げて、そこからまたシャッフルで締めます。それでは全体。次回はアームスワークに挑戦してみましょう。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いします。